もう肉玉始まってましたかね。はい、おはようございます。はい、元彼さん、タイさん、まいちゃん、カズさん、ガッデムさん、太平洋さん、おはようございます。おはようございます。ルルさん、あやぽんさん、はい、今日はですね、寒くてフリースを着ておりますね。今日はもうだいぶ冷えてますね。フリースを着ております。ゆうさん、ケンゴさん、ケンタッキーさん、おはようございます。涼しくていいです。でもオートバイだとですね、バイクだと逆に寒いんですね。こう朝の空気はかなり寒くて、もうフリースを着ないと乗れませんね。寒くて乗れません。今日は空が綺麗です。秋はね、まあ秋晴れといって秋の空は綺麗ですよね。はい、ひこさん、おはようございます。天高く馬こゆる秋でしたっけ。天高くですから秋の空はですね、まあこう澄み切ってるということでしょうかね。澄んでる空、こう空が高く見えるということでしょうか。天高く、秋はですね、秋の良さがあります。春夏秋冬それぞれ良さがあります。夏は夏の良さがあります。冬は冬の良さ、春は春の良さがあります。まあ、それぞれ好き嫌いがあるでしょう。まあ、私はもちろん春と秋が好きです。春と秋が好きです。納豆さん、おはようございます。まあ、夏も好きですし、冬も冬の良さがありますから、まあ、神様が作った季節、まあ、神様の作った季節を楽しむというのは、いいことでしょう。四季というのはですね、やはり天国を表すのではないかと思います。まあ、天国に冬があるかどうか、秋があるかどうか、それはちょっと分かりませんが、天国には、この地球はですね、地球は天国に似せて作られました。ですから、その天国は、地球に似ているんです。山もあれば川もあります。綺麗な花もたくさんあります。カズさん、10月13日に子供の祝福式をします。あ、よかったですね。教会ではですね、子供の祝福式というのがあります。まあ、献辞式とも言うんですけど、子供を神様に捧げる、子供を神様に捧げる、そういう献辞式というのがあります。私たち、多くの人は子供は、ね、自分の好きなように育てるかもしれません。でクリスチャンの場合は違うんですね。クリスチャンの場合は子供は神から与えられたものとして神様の栄光のために育てる、自分の好きなように育てるのではなく、神様の喜ばれるように神様を信じ、神様の御心を行うような子供として育てる、神様に捧げるということで献辞式ですね。はい、ジジさん、おはようございます。山口さん、おはようございます。みーちゃん、おはようございます。太郎さん、おはようございます。今日のタイトルは最高のカウンセラー、最高のカウンセラーということですが、日本人はですね、アメリカ人のようにあまりカウンセリングをしないと思いますね。アメリカではですね、弁護士がいたり、それからカウンセラーがいたり、まあ、私もよくわかりませんが、頻繁に弁護士と相談したりカウンセラーと相談したりするようです。日本はですね、あんまり弁護士と相談したりとかカウンセリングをするということは最近増えてきたかもしれないけど、なかなかね、
カウンセリングを受けるっていうことはなかなかないかもしれません。多分アメリカはですね、もともと牧師に相談するっていうことは多かったと思います。クリスチャンというのは、基本的には、自分の行ってる教会の牧師といろいろ相談をします。ですからそういう牧師とカウンセリングをするということに慣れてるのかもしれません。日本はですね、住職と相談するとか、神主と相談する人はあまりいないかもしれません。おはようございます。涼しいですね。涼しいです。もう寒くてこれを着ております。そうですね。みんな長袖になってきましたよ。そうですね。どうも。日本人の場合はですね、まず、親と一緒に住んでれば親に相談する。それから、学校の先生に相談する。勉強については学校の先生と相談するでしょう。それから、親友に相談するが多いかな。結婚すれば夫に相談する、妻に相談するということになるでしょう。上司に相談するということもあるかもしれません。でも日本人は意外とですね、あまり相談しないで一人で考えて一人で悩んでるというイメージがありますよね。一人で悩む、その引きこもるというのはですね、引きこもりっていうのは結局誰も相談しないで自分でこう考えて自分で、決めてしまうみたいな、そういうことですよね。カズさん、なぜ、福音屋にいてカリスマに移ったんですか。なぜ油水が福音屋にないと言えるんですか。それはですね、比べればすぐ分かるという、福音屋とカリスマを比べればすぐ分かります。私は福音派に17年いました。カリスマ派には24年います。ですからすぐに比べられます、大きな違いがあります。あ、モンクさん、おはようございます。それでですね、日本人はどっちかというと相談相手がいない、相談したくない、自分で考えてしまう、そういう国民性があるかもしれませんね。自分のことはあまり言いたくない、なんか恥ずかしいとかね、何かこう自分のプライバシーを言いたくない、そういう傾向はあるかもしれません。やはりカウンセリングするということは自分のプライバシーを言わなきゃいけませんから、その人に知られたらどうしようというのがあります。あるクリスチャンはですね、自分の教会の牧師に相談できなくて、ちょっと遠くの教会の牧師に相談するという人がいます。やはり自分の牧師に自分のプライバシーを言いにくいってちょっと変ですよね。本来だったら自分の牧師に自分のプライバシーを言って相談するのが本来ですが、しかしですね、自分のプライバシーを逆に自分の身近な人に言えないっていうようなことがあるかもしれません。小中高の子供がですね、いじめに遭ってるとか、死にたいとか、そういうのをですね、親に言えない。やっぱり親だから言えないみたいなね、心配かけたくないとか、そうですね、なんて言ったらいいでしょうかね、悲しませたくないとか、そういう、思いやりがあるんでしょうかね、思いやりだけじゃないかもしれませんが、思いやりのせいで、自分のことは自分で解決したい、誰にも心配かけたくない、誰にも悩ませたくない、そういうことで、その苦しくなって結局はですね、死にたくなっていくという、そういうことがあるんではないでしょうか。
カズさん、自分も洗礼を受けた教会でしか相談はしていません。今の教会はできません。ああ、そうですか。カズさんは洗礼を受けた教会、母教会って言いますね。母教会と今行ってる教会があって、今の教会では相談できなくて、母教会の牧師と相談する。やはりまあ、心がね、まあこう、通うって言いましょうか。親しくなるには時間がかかります。だから相談するためには、やっぱりその人をね、こう、信頼できるというか、ある程度の、経歴がね、経歴というか、信頼できるものが必要だと思います。まあ普通カウンセリングの場合は、まあ、初対面の場合もありますけれども、長い目で見ると、やはり信頼できる人に相談するということになるでしょう。キツネさん、相談できる人がいないって地獄ですよね。そうなんです。多くの人はですね、そういう相談相手がいないと思いますね。それではですね、ちょっと皆さんに聞いてみましょうか。まあ大まかに言ってですね、大まかに言って相談相手がいる人が1、相談相手がいない人が2、大まかでいいですよ。はい、じゃあ皆さんちょっと打ってください。相談相手がいる人が1を打ってください。相談相手がいない人が2と打ってください。スタート、スタート。あ、相談相手がいる。あ、素晴らしい。あ、もうかさんいない。相談相手いない。ヒットさん、カズさんいない。納豆さん、相談相手がいない。ケタッキーさんはいる。ゴマちゃん、はいない。ガッデムさんいない。ヒコさんいない。タロさん、イエス様が相談相手。あ、それは最高ですね。まあタロさん、この場合は一応人間のことですね。人間のことで言っています。 1.5 1.5 という人もいますね。いるようでいない。 1.5 はい、まあ半々ぐらいでしょうかね。半々ぐらいかもしれません。スポーツ、今度もうすぐ来年オリンピックですけど、スポーツやる人は大体コーチがいます。コーチ。スポーツ選手にね、コーチがいなかったら、多分あんまりいい成績にならないんじゃないでしょうか。大体スポーツにはコーチがいます。そしてコーチがいろいろ相談します。まあ音楽もそうですね。音楽、何か楽器やる人はやっぱり教える人がいるでしょう。カズさん、教会は神様と交わるために来ているのであって、相談するところではないようなオーラがある。あ、そうですか。本来はもちろん神様が一番の、相談ですよね。神様が一番の相談。でも当然ですね、特に初心者はね、初心者は当然、牧師に相談するのが当然だと思います。最初から何もわからないわけですから、何もわからない人はやはり相談しなければ困るでしょう。そしてそうですね、仕事もですね、仕事も会社に入った時に当然何もわからないわけですから、上司からいろいろ相談しながら仕事を覚えていきます。当然学校でもですね、学校でも勉強に関しては特に先生に質問するわけですね。質問って言ってですね、先生に質問する。質問するっていうこと自体が、一種の相談です。ですから学校においても仕事場においても当然、相談しながら物事をやっていきます。
カズさん、交わりの中でも祈りの課題のための交わりで、実際に相談するための交わりとは最初は思わなかった。そうですね、まあそれは TPO がありますよ。 TPO がね、その祈り会で個人的な相談はあまりまあしないかもしれません。まあしてもいいわけです。ですから、TPO があって、まあ、特に個人的な相談は、牧師と一対一ですると思います。もうちょっと、まあ、プライバシーじゃないような相談だったら祈り会やまた他の人たちがいるところで相談するということももちろんいいでしょう。そして、まあ、そうですね、教会に関する相談だったら当然他の方がいてもいいでしょう。それは TPO ですよね。相談する内容によってだと思います。みーちゃん、イエス様がいるから1だったんだ。そうですね、結局ですね、信仰というのは最高のカウンセラーを持つことです。イエスキリストを信じるというのはイエス様をカウンセラーにすることですね。私たちは信仰がなければ結局はカウンセラーがいないと言ってもいいでしょう。人間のカウンセラーはいても、本当のカウンセラー、最高のカウンセラー、イエス様は全知全能です。全知全能、何でも知っているわけですから、イエス様以上の方はいないのです。イエス様は、何でも知っています。そういうわけで最高のカウンセラーになります。悪霊がいる人がいますね。多くの人は悪霊からですね、まあ悪いカウンセラーって言ったらいいでしょうかね。まあ悪いカウンセラー、多くの人は悪いカウンセラーを持っていますね。悪魔にですね、ああいう悪いことをしなさい、こういう悪いことをしなさいね、こうだあだと悪いアドバイスを受けてます。悪魔悪霊を、多くの人は、罪を犯すことによって悪魔悪霊によって悪いアドバイスを受けてます。それはとても厳しいですね。間違ったアドバイスを聞いたらとんでもない方向に行きますよね。ヒットさん、マリア様に頼ってはいけません。マリア様は、マリアは神様ではありません。マリアは一人の人間です。そして、カトリックではマリアに祈りますけど、それは聖書には全く書いてないことですね。聖書に書いてません。マリアに祈ってはいけません。私たちはあくまでもイエス様に祈ります。そしてイエス様が与えてくれた聖霊様に祈ります。聖霊様は神の霊です。私たちは聖霊を受けてこそ、初めて最高のカウンセラーを持つことになります。聖霊がもしまだ与えられてないなら、聖霊様が与えられてないならば、それはカウンセラーは、最高のカウンセラーはまだ持っていないことになるでしょう。祈りというのはまさにカウンセラーに対するカウンセリングということになるでしょう。祈りというのは、カウンセラーと話をする、カウンセリングをする、まあ祈りはカウンセリング、そうですね、まあちょっとそれを言い切っていいかどうかちょっと分かりませんが、相談したり、するということはもちろん祈りの大部分を示すと思います。ですから、全くイコールかどうかは別として、祈りはカウンセリングと言ってもいいのではないかと思います。そしてですね、よく言うことですけど、まあ、車運転してますね。車運転しててですね、まあ、ナビゲーターがあります。ナビゲーターがですね、右左ね、斜めとかですね、こっちとかあっちとか、まあ、ナビゲーターがいます。まさにですね、
聖霊様はそういう感じです。ですから絶えずドライバーは絶えずナビゲーターの声を聞きますね。絶えずナビゲーターが必要です。と同じように私たちはいつも聖霊様の導きが必要です。聖霊様の導きが必要です。そして聖霊様がいろいろですね、こうサインをしますね、こういろいろいろんなことを教えます。ところがなかなか私たちはですね、そのサインを 見逃しちゃうね、サインを見逃して、あれは聖霊様のサインだった、ね、あれは聖霊様のサインだという、聖霊様がいろいろですね、ヒントをと与えてくれるんですね。ヒント、まあ、具体的に何て言ったらいいでしょうかね。例えばですね、そうですね、まあ何か具体的なことがあるといいんですけど、例えば何か、あ、これちょっと危ないな、ね、なんかこれ落としそうだなとか、これ何か転びそうだなとか、そういう予感がするときありませんか。あ、ちょっとこれなんか、なくしそうだなとかね、そういう予感がありますよね。そういうのはですね、聖霊様がこう教えてくれてるんではないかと私は思いますね。ですからそういうちょっとしたことを、ちょっとこう、それがたまたまそう思ったということじゃなくて、聖霊様が何かヒントを与えてくれるんじゃないかなと、そこまでですね、こう考えると、非常に安全に、失敗が少なくなってくるのではないかと思います。なんか聖霊様がこっちに行けと言ってるとかですね、聖霊様が、なんかちょっと止めてる、ちょっと今してはいけないとかね、なんかそういう微妙な聖霊様の導きをだん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 感じてほしいと思いますね。私も訓練ですね、私もそういう訓練をして、その最高のカウンセラーの導きをですね、こう敏感に感じる、神の御心に敏感に感じる、それがですねとても大事だと思います。そのためには私たちは肉的に生きてはいけません。肉で生きるとそういう聖霊様の、この導きというのが、分からなくなってきますね。ですから私たちは信仰的に歩むということは、その信仰によって歩み、御霊に導かれて歩み、御霊の導き、御霊の導きを求めて歩む、最高のカウンセラーと共に歩む、もしね、何か問題があったら必ず聞く、ね、聖霊様、どうしたらいいでしょうか、こっちでしょうか、あっちでしょうか、聖霊様どうしたらいいでしょうか、人間は弱いです。何も知りません。人間は明日のことが分かりません。分かっていることもあるけれども、分かんないことの方が圧倒的に多いですよね。ですから、全部それは委ねて、問題を委ねて聖霊様に聞き従っていく、そういう訓練が必要です。クリスチャンはそれができるのです。信仰がなかったらできないですよ、ね、信仰がなかったらカウンセラーを持つことができません。信仰がなければその悪魔のカウンセラー、悪魔のカウンセラーを持つしかありません。ですからぜひ皆さん、悪魔をカウンセラーにしてはいけません。悪魔をカウンセラーにすると、悪いことをするようになります。なぜかというと悪魔は悪いことをしろしろと、悪いことをするように、仕向けます。悪い友達はね、皆さん、悪い友達は悪いことをするように誘惑するでしょ。ですから悪いカウンセラーは私たちが悪いことをするように、導きますから。ですから、多くの人は、悪魔というカウンセラーを持っています。ですから悪魔というカウンセラーではなく、イエス様という最高のカウンセラー、
最高のカウンセラーを持ちましょうね。はい、ヒットさん、判断をもし誤った場合、背筋が後で寒くなるというか電気が走るような気がします。あ、そうですね、はぁっていうのね、そういうのありますよね。野猿さん、おはようございます。それでは明石タイム行きましょう。大石さん、おはようございます。イエス様を信じて、イエス様を信じて、もう自分勝手に判断しないで、いつもイエス様に聞くようになった証。もう自分の判断は、不完全で、自分の判断はまず間違いやすいので、御言葉に、まず、まあ、御言葉というのがありますね。御言葉によって私たちは、その、まあ、御言葉はアドバイスですよね。御言葉に聞き従って、そして聖霊様に聞き従って、御言葉と聖霊様によって、御言葉にと聖霊様によって、神様の御心に従いたい、イエス様の教えに従いたい、聖霊様の、そのアドバイスに聞き従いたい、聞き従うようになってきた、自分の、そして、悪魔のカウンセラーと、契約をキャンセルした、まあキャンセルしてもらったと言ったらいいでしょうか。イエス様によって悪魔とのカウンセリングをキャンセルしてもらった、そしてイエス様を最高のカウンセラーになってもらった証。スタートスタートスタート。みーちゃん、昔は悪魔と契約したんだよ。キューちゃんに教えてもらって、天と契約に近づいています。改めます。アメン。カズさん、僕の本能はイエス様に従いたい。ヒットさん、本能と言わない方がいいかもしれない。本能はね、やっぱり罪の性質を帯びていますね。信仰によってイエス様に従いましょうね。信仰によってイエス様に従うのです。ジュデロンさん、なぜ多くの日本人は性欲が恐れないのでしょうか。それは欲に従ってるからですね。欲に従えば欲が強くなります。欲の訓練をしているわけですね。多くの人は欲の訓練をしています。そうではなく、信仰の訓練をしなければなりません。笹林さん、イエス様に何でも相談したい、そんな気がしました。そうですよ皆さん、イエス様に相談する、それが最高です。最高、何でもですね、何でもイエス様と相談する、それが大事です。何でもイエス様に相談しましょう。最高のカウンセラーに出会ったら韓国が好きになった。アメン。モーカさん、朝お祈りの時にイエス様にその日の良い行動を行えるように軌道修正を祈るようになりました。アメン。朝祈るといいですね。朝祈ると何かその日のことをアドバイスしてくれますね。今日こうしなさい、今日こういうことがあったらこうしなさいと、朝祈るとその日のアドバイスをいただけます。ポルノ関係に一切興味がなくなった。すごく自由になりました。よかったですね。それは素晴らしい。ヒットさん、自分の判断を下した場合、辻褄がなぜか後で筋が通ります。あ、そうですか。自分で判断を下した場合、筋が通る。はい、証しないでしょうか。イエス様に、相談するようになった、何でも聞くようになった証。
年々韓国が好きになる、まあいいですね。年々韓国が好きになる、いいですね、素晴らしい。みーちゃん、神を信頼し頼ります。もう神様だけです。おいら素晴らしい。もう神様だけです。イエス様に祈ったら無職でもいいと思った。イエス様に祈ったら無職でもいいと思った。はい、寺島さん、おはようございます。ヒットさん、旧牧師も困った時はイエス様に判断を委ねますか。そうですよ、私はですね、まあ、朝祈ります。まあ、朝祈ってるといろんなアドバイスが来るんですね。いろんなアドバイスが来ます。朝夜のですね、まあ、メッセージをしますけど、まあ、そのタイトル、内容はですね、聖霊様からのインスピレーションでしますね。祈ってるとですね、何かインスピレーションが来て、そういうタイトルが与えられ、内容が与えられ、まさに、相談しなければ何も話せない、相談しなければタイトルが決まらないという、そういう感じです。ルルさん、今はですね4時から6時ぐらいですね。4時から6時ぐらいです。笹林さん、最近聖書を読み始めたら性欲が少なくなってアイドル写真集を全部処分しました。素晴らしい、素晴らしいですね、素晴らしい。肉は何の益もないとありますね。肉は何の益もありません。私たちをいい方向に導くのは聖霊様です。信仰です。肉を求めたら滅びに向かいます、ね、肉を求めたら地獄に行きます。信仰で歩めば天国に行きます。もう一度言います。欲を求めたら地獄に行きます。神の愛を求めたら天国に行きます。自己中で生きたら地獄に行きます。イエス様の愛、イエス様の愛で生きたらば天国に行きます。それではファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージ、すべての人は、最高のカウンセラーが必要です。すべての人は最高のカウンセラー。イエス・キリストを信じるということは、イエス・キリストを信じるということはイエス様にカウンセラーになってもらうということですね。イエス様を信じないということは、イエス様を信じないということは悪魔にカウンセラーになってもらうことです。いいんですか、悪魔がカウンセラーでいいんですかという感じですね。タイさん、命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり命です。肉は何の益ももたらしません。多くの人は無益な生き方をしているということです。信仰によって歩んで初めて素晴らしい益があるのです。皆さんがですね、もちろん牧師に相談してもいいわけです。イエス様と相談し、また牧師と相談する。最初はどうしても牧師と相談する必要があるでしょう。ぜひ皆さん遠慮なく相談してください。そして、イエス様に相談するということを始めてください。雑種犬さん、イエス様にカウンセリングしてもらいます。アメン、アメン。
アメン。イエス様がいれば大丈夫。イエス様がいれば大丈夫です。最高のカウンセラーです。最高のカウンセラーです。ぜひ皆さん一人で歩んではいけません。人間は、一人で考えても、良いアドバイスは来ません。全知全能の方からアドバイスを受けて、全知全能の方の導きがどうしても必要です。すべての人ですね。すべての人。そうしないと悪魔が、悪魔がこう近づいてきて、悪いアドバイスをするようになります。悪魔のアドバイスを聞いてはいけません。多くの人は悪魔のアドバイスを聞いて犯罪を犯します。多くの人は悪魔の言うことを聞いて人生を、ダメにしてしまいます。私は悪魔の言うことなんて聞いてないよというかもしれません。それが悪魔の策略ですね。悪魔は、隠れてアドバイスをするんですね。ヒットさん、良いことがあったら全てイエス様のおかげだと思うことにします。アメン。カズさん、創世記にも人は一人で生きられないように作られているとありますね。そうですね。ユウさん、イエス様、今日も一緒にいてください。アメン。アメン。そうです。今日も。今日は9月の19でしょうか。今日も、イエス様と共に歩みます。今日もイエス様に聞きながら歩みます。今日も、最高のカウンセラーの、アドバイスを聞きながら歩みます。ルルさん、嫌なことがあると、とことん、サタンを憎いと思うようになりました。アメン。アメン。今日の放送を聞いて、ああ今まで私は、カウンセラーなしで自分勝手に生きた、自分で判断してきた、でも、うまくいかなかった、自分勝手に生きて失敗ばっかりだ、もうニッチもサッチもいかなくなった、最高のカウンセラーが欲しい、カウンセラーがそばにいてほしい、イエス様を信じて、イエス様を信じて、カウンセラーのない人生ではなく、カウンセラーのある人生、カウンセラーと共に歩む人生を始めたい、イエス様を信じて、最高のカウンセラーが欲しい人、アメン、アメンと言ってください。アメン、アメン、アメン。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 レジタンさん、おはようございます。アメン。天の父様、私たちは、以前は一人ぼっちで歩んでました。誰にも頼ることができず、誰にも相談することができず、一人で悩み、一人で苦しんでました。結果的に悪魔が密かに来て、悪魔が、内緒で私たちの勝手にカウンセラーになり、悪魔が勝手に、悪いアドバイスをするようになりました。その結果、悪いことを考え、悪い行動をしてしまいました。イエス様ごめんなさい。悪魔に騙されてました。これからはあなたを信じ、あなたに信頼し、あなただけが私のカウンセラー、イエス様こそ本当の最高のカウンセラー、あなたをカウンセラーとしてお願いします。今アメンと言った方々のカウンセラーになってください。生涯のカウンセラー、最高のカウンセラーとして、イエス様、今リスナーの方々のカウンセラーになってください。そして良いアドバイスをください。良いアドバイス、日々祈りながら、絶えず祈りながら良いアドバイスをください。あなたのアドバイスに聞き従います。あなたの御言葉に聞き従います。イエス様、
感謝します。私たちは幸せです。本当に幸せです。最高のカウンセラーを持つことができました。本当にありがとうございます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。皆さんよかったですね。私たちは最高の方、最高のカウンセラーを持っています。本当に、カウンセラーのアドバイスを聞きましょう。カウンセラーのアドバイスを聞きましょう。それでは皆さん、また今日の夜お会いしましょう。ありがとうございました。シャローム、シャローム。良い一日を、良い一日を。シャローム、シャローム。